弘前ねぷたは青森県弘前市で開催される弘前四大祭りの一つである夏祭りで、大勢の市民がやーやどーの掛け声とともに武者絵が描かれた山車を引いて市内を練り歩くことで有名です。ねぷた喧嘩で有名な山車は扇形の扇ねぷたと人形型の組ねぷたを合わせると約80台となり、現在は県内最多のねぷたが運行され、国の重要無形民族文化財に指定されております。ねぷたの先陣を切って運行される津軽ジョッパリ用太鼓。ジョッパリというのは津軽の人間の意固地さを示す津軽面です。この太鼓が誕生したのは津軽三大藩主信義公が大層な負けず嫌いで、ある年江戸城年賀の式に登場しており、加賀百万石の六尺大太鼓の話を耳にし、自らの城内には十尺の大太鼓があると大ほらを吹いてしまったことで、実際に作る羽目になったというお話があります。この太鼓は後年四大藩主信政の時代に江戸本所二つ目の上屋敷に運ばれ、非常に備えていたそうですが、その響きたるや隅田川を越え808丁まで轟き渡り、本所の七不思議の一つとして現在にまで伝わっております。それではまず津軽ジョッパリ用太鼓の運行をご覧ください。
8月1日から7日にかけて開催され、最終日7日午前運行のことを7日日と呼んでいます。もともと町会集落単位でのねぷたが多かったため、企業主催のねぷたは少なく、近年は任意に仲間たちが集まって参加しているグループねぷたが増えています。1団体につき先頭に町内会名や団体名を記した前灯籠、町印、その次に大型ねぷたの前座である前ねぷた、核灯籠や小型ねぷた、ねぷたの本体につないだ綱を引く引き手、そして大型ねぷた、扇や組、太鼓、笛などの囃子方という順番で運行をされるのが一般的です。